しましたね。今ね、どこにおるかというと、これ本編をね、どこにおるかというと、これは、福井県の、何市かな、福井県南城郡なんだ。南城郡、南越前町、というところにいるんです。最後の最後にね、怒っちゃいました。なんとね、まあ、もともとほら、広島行くって言ってたじゃないですか。広島に、の、そのね、山口とかそっちの方にストーンと行って、で、っていうようなね、話をしてましたけど、で、こっちの方寄って、みたいな話をしてましたけど、で、結局あれだったんで、あっちの方は通行止めとかになっとって、台風の影響でね、ダメだったんで、今、北陸の方を回ってきて、北陸からね、山口とかそっちの方にね、抜けてね、ドーンと抜けて、そっちの方のね、あの、ターミナル駅ネットをね、やっていきまおうとかって言ってたけど、ダメだ、全然始発、あ、もう、あの、最後の電車の時間にも、全く間に合わないとかってなってね、諦めてね、まあ、もう疲れも溜まってたんで、戻ってこう、みたいな話になってたわけですね。で、今、福井県のその南条っていうところら辺まで来てるんですけど、なんとね、なぜかこの南条のサービスエリアに今いるんですけど、なぜかね、錦堂のもみじまんじゅうが、そんなバカなと思ったんですけど、なぜかあの広島名物錦堂のもみじまんじゅうがなぜか売ってました。よくわからないんですけど、北陸地方ではここだけ何か常設で売ってるらしいです。知らなかった。実はあの結構地域の中ではちょっと有名らしいんですけど、広島のもみじ焼きが買えるあのサービスエリアっていうのでちょっと地元では有名らしいんですけど、全く知らずにたまたまね、ちょっとね、腰を伸ばしがてらね、まあ、ついでにちょっと、いろいろと買いがてらね、入ったら、なぜか、もみじまんじゅうが書いたんで、あ、これでもう実質、広島行ったのと同じでしょう。よし。頑張った。あ、ってことでね、まあ、まさかね、もみじまんじゅうがね、今日ね、食えると思ってなかったんでね、これはね、ちょっと家帰ってからね、ちょっと美味しくいただこうと思います。下は回らないくらいにもうヘトヘトです。なぜなら今は4時45分、あれからずっと運転してるわけです。そういうことでございます。いやー、まさか広島感をこんなところで味わえるとは思わなかったな。地元ではちょっと有名らしいです。で、あとね、なんかね、のどくろの、かまぼこ売ってたんで、これちょっと先やかな手にでもしてね、いただこうかな。で、あとは、これちょっとね、持って運ぶ注意らしいんですけど、これね、不便にできないらしい。あとで写真撮っとこうかな。これなんかね、生二重餅っていう、餅があって、これね、傾けちゃうと垂れてきちゃうらしくて、それぐらいめちゃくちゃ柔らかーい、生餅らしいです。気になったんで買ってみました。まあ、これも家に帰ってからかな。いただこうかなと思います。というあたりを買ってきました。まあ、大戦果ですね。まさかこんな、思わぬ戦果が得られるとは思ってませんでした。おかげでちょっとテンションも上がったんで、この上がったテンションの勢いでね、一気に、行きたいなと思います。まだまだ距離あると思うけどね。で、こっからはね、もうね、なんか取れ高も作れた気がするし。言うて、今回の旅行すでに要は満足がモードには入ってますんでね。音楽聴きながら、撮影のことは忘れて、頑張って帰っていこうと思います。一応前は回しときますよ。使えるかどうかわかんないけど。なんか、無音で、100倍速ぐらいで、四日市に帰ってく映像がふわーっとフェードアウトしてくようになってたら、あ、こいつ、もうこのまんま、あれしたなと思っておいてください。では、一旦前に戻します。終わっちゃうかもしれないから一応言っとこうかな。ご視聴ありがとうございました。どうかな？あるかな続き。100倍速になってなかったらいいんだけどな。